こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首161回目は82番動員奉仕の歌を2回に分けてお送りします。思いわびさても命はあるものを、雨季に耐えぬは涙なりけり。思いわびさても命はあるものを、雨季に耐えぬは涙なりけり。主とうてみても千ない人を、慕い続けて報われず、嘆き疲れて死ぬばかり。それでもまさか死ねはせず、命をつないでいるものを、辛さに耐えずほろほろと、こぼれやすいは我が涙。これは潜在集恋の部に大知らずとして出ている。この歌も現代人が読むとピンとこぬ歌になっているのではあるまいか。こういう歌は通の喜ぶ歌で、一般受けするとは思えない。定家もこの歌を様で良い歌と思っていなかったようであるが、しかし百人集歌にはとっている。84番の清助の「ながらえばまたこの頃や忍ばれん、牛と見しよぞ今は恋しき」。ながらえばまたこの頃や忍ばれん、牛と見しよぞ今は恋しき、に合わせている。小田正吉氏の絢爛たる暗号でもやはり84番と連携しているところが暗示的である。さらに命、牛などの宿から54番の忘れじの、38番の忘らるるの一群につながる線上にある。定家はこの歌の文学的価値はともかく、連鎖の妙に興じて百人一首に入れたのかもしれない。動員奉仕の俗名は藤原の厚頼、生没年不詳だが12世紀後半の人である。寿永元年1182年頃没したらしく、90歳を超えていたと言われる。華道熱心な人として有名で、様々の逸話があるが、その熱心もどうやら波の熱心ではないようである。七八十歳になるまで集歌を読ませたまえと、徒歩で住吉明神に月詣をしたという。ある時の歌合わせに、半者の藤原の清助が動員の歌を負けとした。すると動員はわざわざ半者のもとへ行き、涙を流して泣き恨んだという。清助も弱ったろう、あんな偉い目に遭ったことはなかったと人に言っている。年をとっても華道への執心はますます強く、90になって耳も遠くなったのに、歌会などではことさら工事の座のそばまで分け入って、その脇に寄り添い、耳をそば立てて聞いていたという。負け抜きも強かったが、その割にケチンボでもあった。藤原の忠真、時の摂政関白一の人であるが、ある時鏡の宿近江の遊女たちを召して歌を歌わせたことがある。彼女たちは源の年寄りの、世の中は浮き身に添える影なれや、思いすつれど離れざりけり。世の中は浮き身に添える影なれや、思いすつれど離れざりけり、という歌を歌った。
鏡の宿の遊女にふさわしい城主の歌だったから、人々を驚がらせ、年寄りの歌も評判になった。今日はここでおしまいにいたします。ありがとうございました。